おはようございます。さあ今日は、キングストン木曜日の朝です、ね、もうキングストンに近いね。そうだな、今週の土曜日にキングストンを立つ予定なんで、もうあと今日入れて2日間か。で今日はですね、舞ちゃん昨日のダウンタウンで、エクステっていうのか、ゲットしてきまして、これをハーフウェイチュリの美容院床屋さんに持ってってちょっとつけてもらおうと突撃ね思ってます。まあとりあえず一回突撃で行ってみて、やってもらえるか聞いてみようか。じゃあ向かいます。はい、ではハーフウェイチュリーの、はい、バス停のすぐ横のガスステーションに来てます。はい、で今日今からまいちゃんが行く、美容院はこのハーフウェイチュリーのバス停の横のガスステーションの向かい側、マダーズのパティとかが入ってるテナントの2階ですね、今見えるとこ。じゃあ行ってみようか。よし、行こう。ハーフウェイチュリのパークプラザっていう名前でした。この中のあそこかな、サッシーズビューティーサロン。じゃあ行こう。なんでこのヘアスタイルできる？このヘアスタイルはできるんでしょ？ But with ear set, what you can get with this? Crochet. How much of this you have? Three. You can crochet. That you can get with this. Yeah. Downtown ladies say, use this one. No. Oh.コニカルのベッド、this style, flat. コニカル、スペシャルタイプグレース。マイちゃん買ってもいいよ。Do you have another color? Oh, you want a color like this? We never care downstairs. Downstairs? We never care about the ear store downstairs. Yeah. So if you want like a burgundy color, you have to go downstairs. Downstairs? Yeah, me like Karen. You want to go and look? I want to look. You want to go and look? Thank you. さあ結局昨日買ってきたあの毛だとちょっとうまくできないみたいで、めっちゃショックなの。まあちょっと違うやつを見に行ってます。うん、まあいい経験だね、うん、誰かにお土産であげれば。なんだ、うん、さあじゃあちょっと違うウィークをチェックしに行きます。グワングッド、yeah.Which
さあ、無事、ウィッグエクステもゲットしてまた戻りますが、まいちゃんダウンタウンでどうでした？あいつ5000円ぐらいしたんだよ。絶対高いと思ったんだよ。そうだな、高いでしょって言ってたよね、うん、え高くない高くない聞いてたらだ高くないって思った。そうだね、なんかレギュラーとかでやっちゃったし、うん、そうね、もう私ダウンタウン好きじゃないかもしれない。さあ順調にボラれました、まいちゃん。ボラれた。皆さんなんか髪やりたいときはもうそのままハーフエイチュリーのこのお店に訪ねたらいいかもしれんね。めっちゃ優しいな。さあじゃあまいちゃんやりに行こうね。グワングッド。いやまいちゃん行ってらっしゃい。また来るね。待って青町聞いてない。うんいいよ、うん。6,500円。来週のモベのサンフェスでオールホワイトパーティーっていうのがありまして、でいろいろ白いパンツとかスニーカーとか持ってきたんですけど、ちょっと白い帽子がないので、せっかくならなんか白い帽子ゲットしに行こうかなと思って、今回まだ行ってないんですが、そのハーフエチリの中にある、パビリオンっていうモールがあります。この中にね服屋さんがあって、まあ、半年ぐらい住んでた時はここで服買ったりしてたんで、久しぶりに行ってみようと思います。さあパビリオンモールの2階に行きました。まだあった。前滞在してた時は、ここで服とかサングラス買ったりしてました。ちょっとチェックしようかな。ポロのキャップ買うことにしました。2000じゃん。グワングッド。およーい、換金したり、ちょっと薬局で買い物をしたりとか、用事を済ませて、また美容室のある、モールに戻ってきました。でちなみにさっき、サッシーズビューティーサロンっていうやつでやるよって言ったんだけど、そうじゃなくて、ここかな、ベタカットバーバーズ&ビューティーサロン、まいちゃんここに行ってます。で多分まだ時間かかるんで、床屋もあったから俺もちょっと横借り上げてもらおうかなと思います。まいちゃんやってます。いいね。それじゃあ俺も髪の毛切ろうかな。はい。キャンシェイパッ。さあ、ちょっと横を刈り上げてもらおうと思います。ジャマイカのバーバーで決めてもらってます。うん、バーバー終わりました。ジャマイカのバーバー最高、バッチリ決めてもらいました。マイちゃんはもうちょっと時間過ごしてこようかな。グワングッド。いやおよー。さあマイちゃんがまだだいぶ時間かかりそうだったんで、まあ、一度宿に戻って洗濯物を取り込んだりして、歩いて行ける場所にある、レストランに
ジャマイカ料理をゲットしに行こうと思います。ちょうど昨日、水曜日の夜、ウェディウェディ、盛り上がっててめっちゃ楽しかったんですけど、そのウェディウェディがやってるストーンラブ HQ の、すぐ近くにあるジャマイカ料理のジギーズっていうレストランに行ってきます。一番初めにジャマイカに来た時に、ヤーディっていうゲストハウスに、泊まったんですけど、そこから、ハーフウェイチュリーの方に、出てくる途中にあのシャギーのスタジオ、ビッグヤードっていうスタジオがあるんですけど、その途中にそれがあったんで少し遠回りになるんですけど、そこちょっと寄って行きたいと思います。ということでこちらがビッグヤードスタジオです。シャギーのスタジオです。そしてうち、にもよく来ていただいている藤山の尾崎さんが長年お仕事をされていた場所でもあります。お店でもいつも、僕たちにジャマイカのことをいろいろ教えてくれてます。尾崎さんが、さあそしてちょっと遠回りしましたが、ここはベレス・ハンモンドさんのスタジオ、ハーモニーハウスです。やばいね、ベレス・ハンモンドいいよね。さあということでやってきました、ストーンラブ HQ のすぐ近くの、ジギーズレストラン。Give me curry chicken. Curry chicken and water. Curry chicken. You have white rice. Give me white rice. Yes. Curry chicken. を頼みました。Give me water. Curry chicken and water. Thank you. Thank you. Yeah. So, get the pasta. Guanggut. Yeah. Yo. さあ、まいちゃんもう少し、時間かかりそうだったんで、待ってる間に何かできることをしようと思います。で、ちょうどハーフウェイツリーのあたりには、パティ屋さんも、たくさんあって、ジューシーパティ、あとテイスティーパティ、あとマザーズ、パティ屋さん揃ってるんで、ちょっと一つずつ買って回って、パティの食べ比べしようかなと思います。ハーフウェイツリーは日本にはもうないサークル系があります。さあハーフウェイツリーの、時計台が見えますが、そのすぐ近くにはテイスティーパティ、そしてハーフウェイツリーの時計台から、少しホープロードを上に上がっていくと右手にジューシーパティがあります。じゃあまずはジューシーパティに行きます。左手がタクシー乗り場です。ジューシーパティハーフウェイチュリー店だと思うけど、やってきました。さあ
さあ、じゃあ続いてテイスティに向かいます。もうすぐそこ、すぐ近くのテイスティに行きます。さあ続いてテイスティパティ行ってきます。Yeah, give me beef cheese. Thank you. So, tasty more beef cheese. Get on.さあ、ジューシーパティとテイスティーパティをゲットして、またまいちゃんがやってもらってる、床屋さんの、あるプラザに戻ってきました。ちょうど、1階にマザーズパティ入ってるんで、さあここもビーフチーズゲットして帰ります。Give me one color patty. No color. No color? Yeah, give me beef cheese you have? Yeah, beef cheese. Yeah, beef cheese. So, ちょっとカラルーパティっていうのが気になったんですけど、売り切れみたいです。ビーフチーズにしました。Thank you. さあ、まだですね。パティをゲットしました。さあ、まいちゃんできてるかな。戻ります。Thank you. Guang good. Yeah. はい、ということで、まいちゃんの、ブレイズも無事終わりました。まいちゃん、はいいね、いいじゃん。びしょびしょです、まだ。なんか仕上げにストレートになるようにホットウォーターをやってくれたり、うん、あとはこの、わかります、この毛、粉っぽい、やらんでいいけど、毛、うん、キャリキャリしてるじゃん、うん、これジャマイカ人さんたちとかさ、よくねしてるんだけど、ベイビーヘアっていうのでやってくれたんですね。自動的に、いいね、ぐるっと回って似合ってるかどうかわかんないんだけど、いや、かわいいよ。なんかエイリアみたい。うん、いいね。うん、かわいい。なんかセンター分けかサイド分けか悩んで、なんか聞かれて、うん、サイドにしちゃった。センターでいいかな。うん、いいね。さあ、いい思い出になりますね。もうね、首も痛いし、うん、めっちゃ時間かかった。髪の毛ブチブチ言ってなかった。ブチブチも言ったし、4時だから10時45分からやったのよ。5時間ぐらいか。すごいね。いやお疲れ様。マジで。じゃあ帰ってちょっとゆっくりしよう。します。そう、パティも買ってきたんで。よし、じゃあ戻るよ。さあ、いつまで持つかな、この部屋。よし、行くよ。グワングッド、やっ。おい、ということで、じゃあ今日ゲットしてきたご飯を食べようと思います。今日は、ジギーズレストラン、うん、今日はコリーチキンゲットしました。わーい、大きいね。これ何、ビッグサイズとかじゃん。いや、もうね、ワンサイズで900ジャマイカドル、すごい大きい、うん、で今日はホワイトライスにしました。そうなんだね、はい、じゃあいただきましょう。はい、であとマカロニも入ってるね。うん、うん、まあ、コリーチキンちょっとコロコロはしてるね。うん、骨ないの。骨ないのかも。うん、あ、ある。ありました骨。うん、ここはやっぱ、うん、うちのコリーチキンにも近いかも。うん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 、上で食べたコリーチキンはさ、ちょっとなんか、うん、ね、ウコンっぽいよ。肉肉しかった、肉だけみたいな。うんうん、ああそうだね、うん、これはちょっと ルーがあるような感じするよ ね、ちょっとルーを感じるから、うん、今日はホワイトライス、
ホワイトライス、うん、ホワイトライスってことは何？味何にもないってこと？そうね。でもね、ポリーチキンは、うん、ホワイトライスの方が、うん、主流なのかもしれない。へえ、うん、こっちでは、うん、そうなの。こっちは選べるけどね、うん、うちはもうね、まあ、第3のピース作ってるからさ、うん、第3のピースで出してるけど、うん、でこういうホワイトライスとかね、もう選べるぐらいになるといいね。いいね。すごいたくさんお客さん来てくれて、うん、ね、ご飯もたくさん炊いても追いつかないぐらいになれば、うんうん、ね、ホワイトライスのようにできるんで、それを目標に頑張りましょう。はい、ご飯グッド、yeah. ほい。じゃあ続いて、今日は、パティ、3つの、メーカー、ブランドのパティをゲットしてきました。やった、はい、パティ食べ比べだね。そう、パティ食べ比べ、やりたかった、ね、なかなかこう一緒に食べると分かるの、うんうん、これがマザーズ、マザーズテイスティー、テイスティー、うん、ジューシーパティ、ジューシーパティ、うん、本当はちょっとずつなんかこのギザギザのとことかが違うね、違いますね、うん、うちのはこれに似とるのかな。マザーズに似てるんだよね。うん、うん、なんかこうジャマイカ通の人は、うん、ジューシーパティとテイスティの2択みたいな感じあるんだけど、うん、俺結構なんか近かったからマザーズ結構食べてて、最初何も知らずに食べてたからさ、うんうん、マザーズよく食べてた。とりあえずこの3つ、はい、食べました。はい、はい、では実食、実食ご飯グッド、yeah. じゃあ今回初のジューシーパティからいきたいと思います。はい、なんか一番形は綺麗かもしれない。なんだろう、いいね。なんかじゃあちょっと食べます。うん、このポロポロ、ボロボロ、このこれがいいんですよ。ポロポロするのが、うちのも改良してね、ちょっとでもポロポロするように作りたいんだけどね。うん、いただきます、うん、優しい、チーズ入ってるかな。あ、でもスパイシー、後から来る。これはジューシーパティの、ビーフチーズ、ビーフチーズ、チーズパティ。やっぱもうちょっとうちの木にもパイ感を出して、少しそうだね、ちょっと味するよね、パイの、パイの味、うん、うん、なんかビスケットっぽいような、うん、ご飯グッド、イエー。そして続いてテイスティーパティ、いろんなとこでパティ売ってるんだけど、ジャマイカ、うん、それはなんかこうまとめ売りの箱売りのパティをこう買って、うん、なんかパティやったのに機械に入れて出してるらしいんだね。うん、そうで、テイスティー結構多いんじゃないかな。そうだね、なんかよく見る。そうだね、うん、どういこれですね、これですね、うん、テイスティーのやつはちょっととろっとしてる感じするんだよね。うん、あ、え、テイスティーのちょっとコクがあるかも。サクサク感が強い。うんうんうん、テイスいいね。うん、みんなチーズパティって言って頼むと、もうビーフにチーズが、まあ、うん、出てくる。うん、うん、テイスでした。はい、ご飯グッド、yeah. 最後はまだ、うん、形が多分これが一番うちのパティが近いかも。そうだね、うん、うん、なんかどっかで食べたことある、香りがする、ちょっとスナック感、うん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 、ね、とお菓子のような味する、うん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 、コンソメ系ね。あ、そう、なんか、うん、そんな香りがする。まだあるどっかのスナック菓子で食べたことあるよね。あの昔のさ、駄菓子にあるんだけど、そういうの、うんうん、それに近いような、うん、出てこないけど、うん、ジャマイカ人に一番人気なのはどれなんだろう。
どうなんだろうね。多分ジューシーか、テイスティーか。ジャマイカでパティの、ね、メーカーって言ったらこの2つがあるから、でもね、なんか聞いたことあるけど、キングストンはテイスティーが多くて、モベはジューシーの方が人気みたいな話は聞いたことあるから、どうなんだ、逆かもしれない。キングストンとモベでこうジューシーとテイスティー、スケートがちょっと争いがね、争いがね、グワングッド、イエー、ね、どれが好きだった、ね、うん、こうジューシー、テイスティーの方がちょっと肉々しいかも、うん、やっぱあと濃いね、うん、チーズも濃いね、うまい、うん、なんかこっちもチーズ来るやって思ったけど、うん、テイスティーのやつ、そうだね、うん、このチーズの方がさらに来る、うん、野菜まだ、うん、食べ比べてみると違いが分からんな、うん、みんな微妙な違いあるね、なんかチーズ好きな人だからこれがいいと思う、じゃあどれが一番好きだったか、せーの、これテイスティ、おー、うん、テイスティうまいね、ジューシーうまかった、美味しかった、ね、なんか直感ですけど、うん、ね、それぞれ好みあるね、うん、もちろん全部うまいです、うまい、美味しい、まあもうちょっとでキングストン離れるけど、うん、寂しい、うん、ね、まあ、パティはどこでもあるからじゃないか、うん、ね、この後も何度かで食べる機会もあると思うんで、はい、はい、たくさん食べてくださいね、はい、はい、じゃあパッと食べ比べでした、イエいや、パティはこれがいいよね、これがいいんですよ、食べ終わった後にパティがこうついちゃうのが、わんぱくなだけじゃなくて大丈夫、いや、みんなそうしてるから、あと、お口にもついていらっしゃいますよ、ね、おいしかったあー、マスワナルクルーギャドランカルビッグサウンドジュラシックエルサウンドエナイアトーンシークライトスライベストNumber one. Jurassic Earth sound.